本当に。はい、どうもゴリラスタジオです。前回のお話は折り紙殺人の被害者に会いました。この女性ですね。で、この女性の子供がね、殺されちゃったんですよね、その被害者。うん。で、手に折り紙握って殺されてたと、死体で見つかって。でね、この女の人、風俗みたいなところで働いてるんですけど、この元客が来てね、もうボコボコにしてやりました。このハゲ頭やろうがよ。で、この女の人に最後ね、ありがとうって言ってもらいました。車誰かな、これは。なんか主人公がコロコロ変わるからな。なんか4人いるらしい、ちょっと調べたら。あれ動かんな。え、なんか事件あった？親父じゃないんかな。誰？めっちゃ手震えてるけど。何何？え？クソ怪しいやん、この人。新しい主人公っぽいな。違う？親父か？あ、親父じゃない。刑事かな？あ、そっかそっかそっか、これ R に押さなきゃ。タイジル、遺体は本日早朝、この空き地の一角で発見されました。遺体として手がかりを捜索し、目撃者と思われる人物に尋問を続けていますが、犠牲者の身元に関する情報は事件か、折り紙殺人かな。この遺体がジェレミー・ボールズ君のものであるか、折り紙殺人鬼の手によるものであるかに注目しています。折り紙殺人、私たちは現場に残り、情報が入り次第レポートを行う予定です。中入るか、とりあえず集中する。記者、もう記者たちが、情報が漏れてるみたいだな。ブレイク、名前をメモしておいたな。ブレイク、ブレイク警部補、それだ。このエリアは封鎖されています。下がってください。入れて。ノーマン・ジェイデンだ、FBI。 ノーマン・ジェイデン、FBI。 バッグを拝見してよろしいですか。ああ FBI よ。ああ、欲しいんだ。さあ、みんな、これがバッジさ。どう、お通りください。ブレイク警部補を探してるんだが、いるかい？少し前に到着されているはずですが。ありがとう。集中する。手が震えてる。集中するんだ。なんで手が今だけでも。薬中？今しい雨だ。ここに来てからずっとこんな調子だ。早く帰りたい。そんなこと言うの？ん？え？何？ほっちょい？録画開始。え？何これ何これこれ。捜査官47023、ノーマン・ジェイデン。2011年10月4日火曜日、午前8時14分。めっちゃかっこいいやん、これ。ほんまにあんの？こんなん。え？何この手？ R1。 ん？なんでメガネ外しちゃうの？え？なんでなんでなんで？え、つけとこよ、つけとこよ。これつけとかなあかんやろ。なんで外しちゃうの？え？ R1。 え？なにこれ、なにこれ、なにこれ。現場はこの人の多さで荒らされている。この調子じゃ手がかりはないかもしれないな。なんかあるやん、なんかあるやん。何？何これ何これ何これ。全然読めない。ノークリミカル。これも捜査に関連なし。ブレイク。カーター・ブレイク警部補を探してるんだが。あれやな。マトリックスみたい。あ、おった。ありがとう。こいつマトリックスみたいでかっこいいぞ。これ、あれやろ。なんか。カーター・ブレイク警部補を探してるんだが。わかったわかったわかった。もういいから。これ R1 押したら多分スキャンして証拠とかを探すんやろ、多分。ありがとう。証拠が出てくるの、多分これやったら。死体の近くに線路がある。列車。他の被害者と同じだ。あ、なんかあった。ほら、出てくる。何？ ARI、関連のないサンプル。空き地にいる警官のものだろ。何してたの？
あれどこ行った、ブレイク。あれこっち、あこっちやった。すげえこれ。遺体、遺体がまだここにある。遺体あるもん。あ、ブレイク、ブレイク警部補。え、サングラスおかしい、サングラスおかしい。え、署に寄ったんですが、何今ここにいると聞いたので。バグ、雨と死体と高速しかないところにご苦労なこった。サングラス勝手に動いてて。マイク、あのブルドーザー野郎に5分間動かさないように言っとけ。話もできやし。了解しました、頼んだ。おい、来るのか、ジェイデンさん。行くべ。それで事件の経緯は。犬を散歩中の男が今朝6時頃に死体を発見した。それ以上は分かっていない。調べた限り折り紙殺人鬼の犯行と見ていいだろう。折り紙殺人、死亡時刻、推定死亡時刻は死後硬直からすると6時間以内だろう。検視が終わればもっと情報が入る。検視はどうなってる。こちらに向かってます。もう1時間も待ってるんだぞ。早くこさせろ。人手、現場の人手が多すぎる。手がかりが台無しになるかもしれませんよ。机に座ってても証拠は見つからん。それに FBI じゃなくたって物の扱いは心得てるつもりだ。ほんまか。はい、それはもちろんです。そういう意味では、トニー、あ、班長も、レポーターども一人たりとも現場に近づかせるな。いいな。はい、警部補。頼んだ。身元、死体の身元はまだわからん。後で情報が入るだろう。手がかり、手がかりは何か。部下がくまなく捜査しているところだ。犯人が何か残していれば必ず見つけます。なんか嫌われてる。悪いが俺はちょっと忙しい。署に帰ってからまた話さないか。ええ、わかりました。もう少し調べてもいいですか。ご自由に。なんか嫌みったらしいな、こいつ。何か見つけたら教えてくれ。いいな。なんか色つくな。チームメイトだろ。キュキュル、これちょっとかっこいい。スキャン、コーヒー、何コーヒー。いいね、それコーヒーかい。クジラの魔法瓶に入ってますよ、ご自由に。え、コーヒー飲もうや。こんな操作の時ってコーヒーなんか置かれてんの。これゆっくりせな、あ、やけどするやつや、これリアルやんな。うまし、いや、コーヒーうまし、うまし。あ、なんかあるかな。え、これ楽しい。これな、デトロイトビカムヒューマンもな、こういうのあってんな。コナーっていう操作アンドロイドを操作するから、ずっとこれやってて。あ、こっち行けんの。あ、行けた行けた。線路が怪しいね。あ、こっち行けんの。ちょっとこれもうちょっと速く走れ。無理。なんかあんの。あ、なんか出てきた。何。あ、足跡。 ARI 草むらに死体へと続く足跡を確認。警官のものではなさそうだ。見つけて。現状、死体との相互関係はなし。死体どこにあるの。あ、血痕。ARI 線路上に血痕。血液情報から長時間の疲労状態が伺える。こっちか。お、ここにあるやん。あの、あれ情報。ARI 線路裏のフェンスで血痕を検知。フェンスから逃げたってこと。こっちに行ったのか。はい、痛い。いや、ドルドル丸レンダ。あ、痛い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 。どうやって登るのこれ。長押しか。 OKOKOK、 長押し、長押し、三角ある位置。
いや、ちょっとなんか指の位置むずい、これ。オッケー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 、こんぐらい登れ、自分で操作するのめんどいわ。この操作いる、うざい。あ、危ない、間違えた。いけたいけたいけた、ドロドロ。あ、これまだ登っていかなあかんの。まあ、三角あるに頑張れ。ジェイデン、エイデンみたいな名前しよう。よし、エイザー。なんかあんの、あるね。なんだ、何のものかもしれない。なんか声めっちゃちっちゃくね、これ。気のせい。なんかパートによってこういうのでかさがめちゃめちゃ変わんない。 ARI 線路裏の道路脇にタイヤの跡を検知。あ、犯人のものかもしれないな。なるほどね、殺してここに車止めとって逃げたってこと。高速道路、いったいった、いえ、やめ、な、何してんの今の。ちょ、これところどころな、なんか謎のツッコミどころがあるの。死ねってやってたよ。え、あー、この先何もないんか。こっちか、これどうじゃないよ、こっちか。進めへんな、どこ行ったらいいの。もしかしてこれサングラス取ったらなんかある、関係ないかも。サングラス取ったらなんか見えるんじゃね。そんなこともなかった。やっぱかけとくほうがいい。え、なんもなかったで、これ見たよな。もう下降りんのかな。画面変えたらなんかあるかもしれない。いや、ないなぁ、どうしよう。かっちょいいな、これ降りるか、せっかくここまで登ったのに。降りるしかないな。いやー、これ保険…あ、むずい、むずい、なにこれ、なにこれ、なにこれ。降りんのも、これでもさ、あ、なに、なに、連打これ。うまいやん。あ、いたいたいた、間違えた、間違えた、あー、汚れた。え、死ぬ、死ぬ、これ。あ、間違えた、これミスりまくったら死ぬんかな。さて、こっちの方行ってみる。なんかあんの、こっち。死体どこにあんのよ。で、ここになんか血っぽいのあんの。あ、ほら。あ、え、猫。猫の死体か。なんで。FBI は猫のファイルなんか管理しないからな。まあいい。ほんまに大丈夫。なんか猫それ重要じゃない。なんもないね。なんかある、ここ。俺何したらいいの。なんも出てきやんよ。俺はオフィスに戻る。あんたは。え、ちょっともうちょっとおるわ。よければもう少し見てみようかと。お好きなだけどうぞ。ちょっともうちょっと見させてよ。でも、もう何もないかな、さすがに。メーカー戻るか。
緒に戻れ。戻れんのかな一緒に。はっ、かぶってるかぶってる。あー、かぶってる。合体してる。フュージョンしてる。待って、警部、一緒に戻るわ。こいつ歩いて戻る気？いや、ええか、俺車戻るか。ん？なになになに？なに？ん？何今の？なんか忘れました俺。なんか見えたけど今。なんです？なんか怪しいのあったぞ今。なんじゃ？え、かわいいこの女の子。この、そうそうそう、光のとこ、あ、ここに死体があんの？マジ？あー、やっぱりそうや、見てなかった死体。 ARI、死体は仰向け、暴力を振るわれた形跡はなし。うわー、何これ、血？右太もも表面に傷、フェンスのものと同じものと思われる。ちゃんと全部見とってよかった。肝心の死体見ずに帰ろうとしてた。あっ、折り紙。被害者の右手に小さな折り紙。これで折り紙殺人ってことになるな。死後手に握らされたのだ。でもあの主人公の手にも握らされててな。被害者の顔は他同様、泥で覆われている。 OK、 これ何？ランが被害者の胸の上に置かれている。ラン、花、お花ですね。これ何ですか？被害者はジェレミー・ボウズ、5日前に失踪。資料参照のこと。 OK か、これお前何もない？いや、これ死体見ずに行こうとして危なかった。一通り見終わったかな。これさ、グラサンなしで見たらなんか変わったりするのかもしれない。わしはそう思ってるんですけど、出すけど。あー、かけちゃうのね。もういいです。さあ、帰りますか。ドロドロ、めっちゃ一人頑張ったやつみたいになってるやん。あ、なに？喋りかけられる？ね、近づいてきたお前。もう十分見たな。風邪ひく前に署に戻るか。警察。人が多すぎる。現場中荒らされてるな。殺人。なるほど。犯人は意図的な痕跡しか残していないわけか。計算し尽くされてる。細部に至って。計算されてんのか。賢いやつやな。誰なんやろ犯人。まだ出てきてないよ。いや、こんなドロン、こんな状態で帰るん嫌やな。これか。さあ帰ろう帰ろう。遅くね？いや、車遅くね？めっちゃ遅かったぞ今。アクセル踏んでる？踏んでる？はい、今回はこんな感じで終わりたいと思います。とね、まあ、新しく主人公が出てきて、新しい主人公ね、捜査官の主人公出てきましたね。FBI のイケメン、マトリックスみたいなあのメガネね、かっこいいですね。で、昨日ね、エンディング撮り忘れてました。普通にみんな心配してくれてありがとう。大チュキ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 。